皆さんこんにちは、一品館の清原です。それではね、ロクさんを聞いてみようということで、スピーカーをですね B&W802D4 に切り替えました。この BLAK ブラック CD プレイヤー、メーカー希望小売価格税別55万円、ブラックプリメインアンプメーカー希望小売価格60万円税別と、このセットでね、あのバランス入力で CDR ですね、まず1曲目2曲目せせらぎとバッハバイオリンソナタリザ・フェルシュトマンさんから聞いていこうと思います。スピーカーをね切り替えてまず CDR で2曲聴いてみましたけども、まあ、あの傾向もフォーカル の, あのソプラで聴いてる時と同じですね。低音は足りないわけではないんですけど、中高域のエネルギーがやっぱりかなり強いので、そうですね、いつもあのスピーカーとかあのアンプの存在を意識させる音ですね。空間に溶け込んで、ここからあの自然にというか、まあ、リアリティに生々しくなるというよりは、よりあの明瞭度を上がったくっきりとした音で、常にあのスピーカーとあのコンポーネントの存在を感じさせる音でなりました。まあ、あのセッティングがですね、一般家庭の場合、例えばあの音量を上げたら音が濁ったりぼやけたりすることが多いので、一般家庭でねお使いになる分には、あの今ここで行っている YouTube のテストよりはもう少しこうあのソフトであの優しい音に聞こえると思いますし、あのいいのはね、あのビビッドなんですよね。あの色が非常にくっきりしていて、色彩感が非常にくっきりしていて鮮やかなので、まあ、音量を下げていった方があのこのアンプの魅力はより出るんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあ、あのさっきも言いましたけど、隣の部屋でもすでにあの連続1週間近くずっといろんな音楽をリピートで、エレクトラ2ですね、1028、もうちょっと生産可能になってますけど、まあこのソプラにかなり近い音のスピーカーで聞いてたんですけども、これほどこう明瞭度が強すぎるという印象はなかったので、やっぱりあの今音量を上げていくと、どちらかというとあのドンシャリ傾向がやや強くなっていく
アンプなんだなっていうふうに思いますね。なので、一般的な人がいっぱい入ってる視聴会とかね、そういうところではマッチングして非常に良いとなるんじゃないかなと思います。だから、まあ全般的にこう音がちょっともうちょっと前出したいとか、こうなんかもやっとして音がちょっと聞き取りにくいというような場合に、この63を導入していただければ非常にいい結果が出るんじゃないかなというふうに思います。では次ね、ボーカル曲、モナリザと500マイル、2曲聴いてみましょう。ここではソプラでやや膨らんだ低音がですね、スピーカーを変えたことによってどのように変わってくるか、この部分にも注目して聴いていきたいと思います。Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with the mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed?Strangeness in her smile. Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart?Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Or just a cold?Lonely, lonely work of曲を、ね、2曲続けて聴いてみました。やはりボーカルと伴奏の分離、こういったものは非常に優れてて、でスピーカーを B&W に変えてもやはり中高音のですね、明瞭度、それから透明度の高さ、こういったものは失われずに、かなりこの高性能の、ね、B&W802 のこのダイヤモンドツイーターとコンティニウムの高のですね、このミッドレンジを鳴らしてももう嫌な音は出ない、こう濁りとかにじみ、そういったものは一切ないっていうのは、まあ、このクオリティの高さっていうのは、まあ、一つこうポイントになってくるのかなと思いますね。あとはもう
このメリハリのやや強くなってる、生よりもあのメリハリがやや強くなってるこの音がですね、好むか好まないか、この部分にかかってくるというふうに思います。だから今あの B&W の802を鳴らしましたけど、まあ、イメージとしてはあの新しく出たあの700シリーズね、700シリーズのあの S3、700S3 あたりに組み合わせて鳴らしてあげると価格的にも音質的にもバランスが取れるのかな。まあ、B&W らしい非常にあのキリッとしたクリアな音が出せるんじゃないかなというふうに思います、はい、では最後ね、交響曲新世界よりを聞いてみようと思います。ロックさんの、ね、CD プレイヤーとの組み合わせで最後新世界よりを聞いてみました、先ほどねやはりソプラではあの音量がちょっと大きすぎたっていうのもあって点を膨らんだんですけど、まあ、B&W で少し音量を下げたことと、まあ、スピーカーが変わったことね点音の膨らみっていうのはほぼ解消したっていうふうに思いますね。あのモナリザのギターでもヌーンさんのピアノでもそして今の交響曲でも低音 の、 あの膨らみというのは解消したので、特にあのこのプリンメインアンプが駆動力が弱い、あのウーハーに振り回されていることはないという、しっかりウーハーをあの動かして止めてくれる力はあるというのは確認できたというふうに思います。あとは音の広がりに関してはやはりちょっと輪郭が強めに出るということで、こう横に上下横に広がるというよりもこうややこう前後にねスピーカーから前に出てきて奥行きが出るというような音の広がりをするので、まあ、交響曲を聴くときにはもう少しあの左右とか上下に音が広がった方が気持ちいいとは思うんですけども、ややその、 あの音はですねこうまっすぐこのスピーカーの中心にこう音があの寄ってきて並ぶという傾向はあると思います、まあ、それを除いてはあの各楽器の音ですとか明瞭度申し分ない
かなというふうに思いました。はい、ではね、1曲目ちょっとかなり短くしてありますけれども、ワレリ・ゲルギエフ式キロフオーケストラのですね、火の鳥ファイアバードですね、これを少し聞いてみようと思います。火の鳥を聴いていました。まあ、この曲の聴きどころっていうのは、非常に小さいピアニッシモのところからこうフォルテになってドーンっていうところですね。ここの爆発感がどれぐらいきちっと出るかということなんですけど、ちょっとこれはもうびっくりするぐらい、この 802D4 のですね、ウーハをちゃんと動かしている下がこうドーンっていう音がですね、まあ、このクラス の, プリメインで出たということで、これはちょっとやはり驚かされましたね。ということで、やはりこのスピーカーはですね、フォーカルというよりは B&W のように高性能で現代的な、ね、スピーカーとのマッチングに非常に優れているんじゃないかなということで、まあ、こう木琴 の, こう音とか、あと、まあ、弦の音とか、やはりかなりこうスリリングに明瞭度が高くてスリリングに出てきますし、こう盛り上がっていってドーンといったところのですね、低音 の, 力強さですね、このはなんかウーハが吹き飛ぶというか、ウーハがバンってこう出てくるという、この部分に関してはセパレートアンプ、下手なものをセパレートアンプはしのぐぐらいの低音 の駆動制動力があったというのが確認できたのは、これは良かったかなというふうに思います。では、2曲目なんですけど、これもまあフュージョンですね、エスプリ4ですね、4プレイ、こちらを聴いていこうと思います。
フォープレイの、ね、曲を聴いてみましたけど、まあ、こういう曲をこういう鳴らし方で聴きたいっていう人には非常にこうぴったりハマってくるんじゃないかなと。やはりB&W ね、800シリーズもきちっと鳴りましたんで、まあ、価格的に700S3 シリーズあたりに組み合わせてあげると、まあ、かなり特徴的な、ね、音が出てくるんじゃないかなと。まあ、こうキリッとしたね、いかにもこう高級オーディオ、ハイエンドオーディオっていう音で出てくるんじゃないかなというふうに思いました。はい、ではね、最後の曲はかなり古いJ-POP なんですけど、大沢俊博さんのですね、そして僕は途方に暮れる。この曲をね、ちょっと聴いてみようと思います。
はい、今回はね、ロクさんのこの BLAK ブラックシリーズの一体型 CD プレイヤーとプリメインを聞いてみました。まあ、やはりね、この CD プレイヤーと例えば、USB で入れた時の音があんまり変わらないので、まあ、ほとんどの場合も CD プレイヤーの55万円もしますし、 CD だけじゃなくてこのプリメインアンプ60万円に USB で入れた方が、まあ、コストパフォーマンスは高いし、十分に音の良さを発揮できるんじゃないかなというふうに思います。あと音の傾向なんですけども、まあ、かなり明確にはっきりくっきりの音ですね。輪郭を強く出してくるので、まあ、ボリュームを小さくしたりボリュームを絞っていったりした時の、音を痩せない、細かい音まで聞こえるというのは、多分他のこのクラスの他の価格帯のアンプにはない特徴だと思います。あとボリュームなんですけど、これが1個ずつ上がられるのに2、4、6、8、10、12、14、これちょっと設定できるのか分かりませんけど、割と1つのノッチが荒いので、小音量が得意だと言いながらも、その小音量時のボリュームの繊細なコントロールにはあまり得意ではないところはあると思います。でかといって急にボンと大きくなるわけではないので、まあまあなんとか使える範囲かなというふうに思いますね。で最後は大沢敏弘さんの「そして僕は途方に暮れる」っていう曲を聴いたんですけど、まあこれは好みだと思います。まあ個人的にはああいうこうくっきりはっきりして、ここにもここにもこんな音があるっていうのは、まあ、初期のオーディオの段階でいいと思うんですけど、音楽を聴くというところから切り込んでいくとですね、途方に暮れてる曲じゃないんですよね。もうなんかはっきりくっきり音を出してるだけで、その途方に暮れてる悲しい感じとか、もう打ちひしがれた感じっていうのはあんまり出てなくて、かなりこう明るいキャラで出てきちゃうので、まあ、それに関してはちょっとやっぱり音楽の雰囲気をそのまま表現するというところに関してはちょっと癖が強いというふうに思いますので、まあ、そのあたりを考慮しながら決めていただければというような製品だと思います。はい、今回もですね、放送をご覧くださりありがとうございました。